将来の夢はペガサス、ひとりぼっちズです。やはりですね、何でも食品というのは取れたて、やっぱり新鮮な方が、美味しいのはもう周知の事実だと思うんですが、なかなかね、こう日常生活生きてたら新鮮に飯を食うことはちょっと難しいことが多いと思うんですが、そんな中ですね、私は美味しいサーモンの食べ方を思いついてしまいました。それは塩水の中でサーモン食べたら、あいつあの頃思い出してうまくなるやろ、やっていきたいと思います。ですね、今日はこちらに大量の塩水を用意しました。でですね、こちらには美味しそうなサーモンです。これ普通に食べても美味しいんですが、今日はこの疑似海水の中にまずこいつを入れて、あの生きてた頃を思い出して、ああそうだ、僕は海の生物だったんだという新鮮な気持ちになってもらってですね、その疑似海水の中で僕がサーモンを食べたら普段より美味しく食べれるんじゃないかということをやっていきたいと思います。それでは早速あの頃の気持ちを思い出してもらいましょう。ほい。ほい。はい、絶賛あの頃を思い出して新鮮になっていっております。あの頃に戻ったサーモンをいただいていきたいと思います。いただきまーす。失礼しました。それではいただきたいと思います。おいしい。それではまだもう一匹いるのでいただきます。美味しい。